はい、皆さんこんにちは。ワンダルグリビッシュです。では今回は、信長の野望大志、続きをやっていきたいと思います。前回はですね、徳川家、まあ、家康ですね、歯向かってくる武将、心中を使わない武将はことごとく根絶やしにしつつですね、まあ、当の家康は家臣として召し抱えたという状況になります。いよいよ、もうね、最終局面になろうかと思いますが、今回は北条といよいよ開戦をしていきましょう。長宗我部、毛利とは同盟関係にあるので、まあ、こことね、先端を開く必要はないかなというところと、上杉とも婚姻を結んでいるので、もう残されているのは北条だけですね。なので、この北条をね、徹底的に潰していきたいと思います。じゃあその他の部分確認していきましょう。まずは外交ですね。もうだいぶビッグになりきってはいるので、このね、東北の人たちももう抱き込んでもいいのかなとは思うんですが、まあ状況として何かしらの交渉ができる状態ではないようなので、一旦ターンを送って、兵を休ませつつ、次の収穫の時期をね、見定めて、北条に回戦を仕掛けていきましょう。お、北条が神前を求めてきた。どういうつもりだ？お、毛利と同盟切れか。これはちょっとあってはならないことなので、毛利に直ちに使者を送って、詫びを入れていきましょう。ごめんなさいと。故障。毛利。これは同盟。24ヶ月。長宗我部とはまだ同盟は、ああ、もう結べるね。婚姻同盟結んじゃおう。秀光に、娘をもらい受けるというところかな。島津とはどうにもならないし、北条も泳がせとくだけ泳がせておいて、体制が整ったら戦争を仕掛けていこう。毛利と長宗我部か。ここはもう、あー、難しすぎるぞ。どっちにって言ったら長宗我部だよ。長宗我部と婚姻同盟でしょ？毛利とも同盟結べたでしょ？これで OK だ。すべてが丸く収まった二枚舌外交だな。さあ、夏になったので、じゃあ北条との合戦準備に入りましょうか。報告いたします。畠山さんと他一名がっていう、病気にかかりましたっていう、他一名の方かわいそうだよね。誰だろう。その他かな？違うな。軍事でもないでしょ？畠山他一名、こっちだね。詳細は出てこないっていうね。先月の終始でございます。さて、では合戦に入りましょう。北条です。対北条。そういえばポケット全国新しいバージョンそろそろ出るっていう話になってそうなんで、楽しみですね。お見せしよう。さて、早速じゃあ兵を出していきましょう。いろんな方面からね、やっぱ戦争を仕掛けていく必要があるので、秀吉の6万、6万って、家康の5万、秀吉家康の5万手。お、藤里の居城で。これは、前線に必ず藤里ありという、
そのエピソードですね。じゃあちょっとここはそのまま見ていきましょう。さて、ちょっと変なタイミングでエピソードが入りましたが、攻撃の準備は行っていきましょう。変なところで合戦になってもちょっときついからな。続いてください。一旦これで兵を動かしてみましょう。まあかつてない規模の大戦になるのは間違いないですからね。長宗壁と毛利の決戦で長宗壁が勝利となると、もうこれ毛利は終わりだな。なかなか長宗壁に勝てるものではないですからね。報告いたします。さて、そしたら余剰の戦力を持ってもう一部隊を起こしましょう。先月の終始です。いや、兵糧の消耗激しいな。皆の考えを聞こう。これにて表情を合戦系を重視して施策を採用しましょう。策がございます。民中系のやつがドカドカって入ってきたけど、なんだろうね。まあ、議論はあまりに余ってるんで全然構わないんですけど。ああ、連戦自宅が欲しい。本当に欲しい。連戦になるからね、これから。じゃあ早速、さらに部隊を出します。どこに出すかというと、まあ小田原かな。いや、待って、小田原で決戦に挑むの結構しんどいな。八王子城にするで、部隊の編成見直しましょう。左近は出したいけど、左近数少ないからやめよう。左近。もう2000程度しか引き連れてこれない。やからは、下がってもらおう。この合戦からは。進め！利家の6万。となると、さらにもう一体ぐらい出せそうだな。結局今って、いや、無理。兵糧的に無理だ。包囲せよ。かかれ。さ
敵が城から撃って出てきたという話だね。待って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 。指揮しなくても合戦の勝利は揺るがないのであれば、俺を撃破するけど、なんかちらっと水谷正村隊93,800っていうのが見えるんだけど、こんなの無理よ。9300とか、9万か。マジか。重たいなぁ。9万の軍勢と相対するって。その北条軍が、秀吉6万に襲いかかってくると。まあ、1.5 倍の兵力ですね。さあ、どうしたものか。秀吉隊。ただ、ここ何 ?10 万の敵兵を、狭い場所で迎え撃つことになる結果、何 ?8000 対8000で戦えるの。これ、勝機十分にあるな。八方城の戦い。さて、味方は、結構充実してるね。まあ、普通に考えたら、どうする？ゲチよ。覚悟しろ。ご命令を。覚悟は良いか。ご命令を。鉄砲隊を始めるぞ。出していこう。何かありませんか？で、横から気をつけて。いつでもゲチよ。さあ、行こうぜ。戦えるようにはしておきます。始めるぜ。始めるぞ。勝機は十分にあるね。鉄砲隊をうまく使っていきましょう。大体的の攻め方が分かってきたね。ねね様はちょっと展開しておいて、あとは鉄砲隊で迎え撃とう。敵の進軍ルートを読んで鉄砲の向きを調整しておきます。で、秀吉が敗走したらまずいので、秀吉の横にはホッタヤスとしたよ。はい、一番軍勢の数多いんでね。始めるぜ。この策で勝てるはずだぜ。で、毛利勝長も、ちょっと広く展開させましょう。敵の居所掴みましたぞ。よし、鉄砲の正射でまずは敵を削り取っていく。この策で勝てるはずだぜ。撃て。久喜義高、官兵衛も鉄砲の正射。大谷義継隊はちょっと敵のつけを待ってから正射に移りましょう。始めるぞ。この策で勝てるはずだぜ。撃てー。で、横、いや、後ろをつけるね。後ろついちゃう。始めるぞ。悪くないね、今のところ。何かありませんか？みんな気をつけて。毛利勝長が攻撃を受けてるので、勝長をちょっと下げるしかないかな。ご命令ください。始めましょう。この策で勝てるはずだぜ。
これが我が策にございます。ゲチよ、覚悟は良いか。敵を制すは我が軍略よ。この策で参りましょう。さあ鉄砲を打ちかけていく、まあ、ここまでは一応予定通りといえば予定通りの展開だね。勝てるはずだぜ。撃て。ただ毛利勝長がちょっと下げないと心配かなっていうところなんで、勝長を下げます。少し一旦ね、攻撃状態が長く続くとあっという間にすり減るんで。今こそ雌雄を決する時。よし、まずは菅谷隊を配送、改装だね、させたね。おねね様はどうする？おねね様は追撃、いやここは水谷隊をゲゲヤしにかかろう。吉高隊は引き続き鉄砲、いや本当に今回雨も降ってない平地だし鉄砲がうまく効いてるね。特に意識したわけじゃないんですけど戦場が良かったですね。ここまでは。ご命令を。覚悟は良いか。我が策をご覧ください。で秀吉はほぼダメージ受けてないので引き続き前線で鉄砲を打ち放ち、もう今陣がどうこうされても構わないので、あとはこのまま押し切りましょう。策がございます。策がございます。お、敵の鉄砲隊いるね。さすが刑事よ。思ったより時間かかったな。もうこのターンで終わるかなとすら思ったんですけど、そうはいかない。あ、ただここで確実に終わるでしょう。鉄砲撃って追撃をかければ。ゲチよ、始めるぞ。その首、この手でいただくとしよう。命令してくれ。さあ、行こうぜ。始めるぞ。撃て。外視が発動して押し切れるか。まだ押し切れないか。命令してくれ。さあ行こうぜ。撃て撃て。一応みんな気合を入れろよ。撃て。さあ騎馬隊は突撃をかけていきましょう。もう決めるところですね。もう一部隊配送をかければ終わりかなって感じですよね。復帰してくるんかい。よし決まるね。策のあるものがいるようです。敵の大将が回想状態混乱に陥ってるので決まります。これで10万を撃破か。でかいで。この知恵で
のし上がってみせるわ。そうか、死にたいらしいな。では死んでもらおう。北条軍10万撃破できたのはでかい。宇治政8万5000が接近中か。今度はこの宇治政撃破すれば間違いないかな。まあ、北条軍だから20万だね。報告いたします。北条軍20万が相手か。なかなかしんどいね。八王子城はまあ間違いなく落ちるでしょう。もう時間の問題だと思います。ここで果てるわけには。こちらに下るものは残します。おお、成田氏長か。死にたいらしいな。じゃあ家康は小田原へ進軍。秀光だよね。ちょっとね、軍勢の数自体は少ないので、ちょっと要注意かな。秀光どこに出す？敵に陣を取られた状態で戦うのは避けたいからな。お、北条軍の軍勢が迫ってるけど勝ちが許かない。どういうこと？だってさ、8万の軍勢だったでしょ今。宇治政これで勝ちが許かないってすげえありがたい。8型は取れるな。で、景勝と伊達、まあ、ここは上杉だね当然。思ったより8型城時間かかったね。まあ、ただ押し城へ進軍しよう。戦場の上限が1万4000しかなくて、宇治直の守る陣のある、押し城に向かうのは危険だ。部屋目よ。秀吉はそうなると完敗し。皆の者進め。利家がもうすぐやってこれるね。利家待ちだな。北条から交渉。兵糧2万8000拒否。あり一匹逃すな。その通り。利家が八王子に到着したね。6万の兵を率いて到着。先月の収支です。利家をどこに出すかだな。板倉勝重、三成、天海。合戦系が欲しいんだけどな。合戦系まともなやつがいないな。ちょっと再考させよう。皆の考えを聞く。なんか悪化した感はあるけど。なるほど、悪くはない。お、赤備え、これやりたいけどむちゃくちゃかかりそうだな。当然無理と。まあそりゃそうだよね。最高レベルにかかりそうだ。あ、でも何、農業30歳入ればいけるね。次農業をじゃあ意識して、施策貯めていきましょう。で、利家だ。玉名は、あー、
ここは兵力の多さを信じて正面決戦を挑もう。秀光と正幸とここは直に決戦で勝利をつかもう。陣はこちらにあるはずでしょ、まあ、兵力で多少劣るものの、鉄砲隊はいる？いるね。246方だ。海姫はじめ向こうは全員足軽隊。OK だ。ちょっと待って、陣ないじゃん。敵？敵に陣があるのもしかして。敵にも陣はないでいい。陣はない。完全なる野戦だな。というか、遭遇戦と言っていい。ご命令を。しまった、敵の数見とけばよかったな。これ大将を配送させるのが一番早いと思うんだけど、それが可能なのかどうかっていう観点が完全に漏れてるね。始めるぞ。行きます。まあ、こちらは騎馬隊、鉄砲隊がいるっていうところを有利に活かせるかどうかだな。横一線に並んだんで、敵はどうだ？月曜、覚悟しておけ。左翼に展開してきてる感があるので、部隊を全体的に左翼方面へと動かす。始めるぜ。お覚悟願います。始めましょう。この辺り騎馬隊がいるとね、動かしやすくて楽でいいですね。主力を左翼に集中させて敵の右翼を撃破していく。見えている。隠れたつもりか。策のある方がいるようですね。そのようですね。月曜、覚悟しておけ。始めよう。覚悟してもらおう。ひるむな。突っ込め。私に命を。始めましょう。ご命令を。始めましょうか。ご命令を。始めるぞ、ゲチよ。覚悟しろ、ゲチよ。始めるぜ。敵の居所が分かりました。放て。策のある方がいるようですね。さあ、なんとかしていくよ、ここは。撃つのだ。この策で叩き潰す。時は今。3000と兵の数は多いので、確実にこちらがやられないように支援をしていく。始めましょうか。ご命令を。で、その主力部隊の後ろに回られないように回られないように味方の右翼部隊を壁になるように動かしていきます。ムロガじゃないか、よく見たら。ご命令を。覚悟しておけ。始めよう。ご命令を。この策で勝てるはずだぜ。ひるむな。さあ、あとは騎馬突撃で敵の部隊を敗走に追い込む。ちょっとね、策がございます。始めましょう。
小さいっていうのが気になるかな。始めるぞ。始めるぞ。ご命令を。覚悟しろ。始めるぜ。敵の居所がわかりますか。やってやるぜ。放て。策のある方がいるよ。ちょっと目論見通りに動かなくなってきてるで。ご命令を。我が策これに。撃つのだ。さあ敵は回想するので、その間に敵の本体が、いや敵のこれは何ていうのね、あれって言っていいのかな、大将やってきてるんで、この大将の方に部隊を肉薄させる。大将回想で決着させよう。騎馬突撃で敵の大将に突っ込めという感じだね。まさにここは秀光ももう突っ込ませよう。多少危ない橋を渡ってでも、逆にもう200を切ってるような連中は危ないので下げる。敗走が一番最悪だからね。始めよう。ゲチよ。始めるぜ。放て。いやいや、待ってか。一旦引くぞ。よし、海姫も配送させた。二部隊同時に配送させてる。これチャンスだな。我が策これに。撃つのだ。もう一部隊配送させれば終わると言っていいので、終わらせる。この策で叩き潰す。この一撃貴様にかわせまい。お覚悟願います。格の差思い知るがよい。よし。いや、敵の大将があんだけ戦意が低いと、まあなんとかなるね。勝つのは必然でしたね。さあ、ウジナオ、これを処刑します。無念。志果たすまで死ぬわけにはいかない。これで馬林を確保。よしし、げお前も死を選ぶのか。無念だ。さあ秀吉はさらに軍を進める。ここまで来たらもう塗り絵作業ですね、ほぼ。伊達が上杉との決戦に勝利か。上杉もちょっと危ないかもね。いや、秀光がもう数が少なすぎるね。ちょっと秀光は鉄兵だな。皆の者続け。もう6000しか兵がいないなら、ちょっとここにいると逆に負けてしまって、味方の戦意を
削ぐ可能性があるので一旦撤兵させる。工場軍20万を撃破順調にしてるのはマジででかい。ちょっともう一ターンだけやらせてくださいね。でもまだまだ湧いて出てくるからね、北条軍も。長宗壁と島津の戦いはもちろん長宗壁につきますというとこですね。北条の軍勢か。勝敗の行方はわからない。いや、でもこれは絶対に勝つので、大丈夫。負ける要因がない。バカな。死ぬというのか。もしも、もらい受ける。下田まで。家康は進める必要はないね。下田なんてもう敵はどうにもできないでしょう。なので下田を攻略するためだけの部隊を起こす。まあ数はね多くなくてもいいかなと思います。左近それでも6万の兵を出してくれるの、さすが左近だな。負けるか、としえさん。絶対勝つと思ったんだけど。負けるか。いや、だってさ、先に包囲してたじゃん。終わりか。やるな。口ほどにもないの。言い方、秀吉。バカな。死ぬというのか。行くぞ。皆の者進め。冬兵糧はどうなってる。報告いたします。兵糧が結構きつくなってくるからね。先月の終始です。きついわ。アリ一匹逃すな。本当全然さ、この明智家に入ろうってやつがいないね。無念だ。島津軍が勝ったか。ここでまたちょっと変わるよね、戦力のバランスが。報告いたします。先月の終始です。さあ表情だ。表情を始める。ここは農業系が欲しいよ。あ、農業29、農業29に13。ああ、これだけあれば大丈夫だね。これにて表情を赤備えを取りたいので取ります。他はなんか取れる。門と参戦、これ入れよう。じゃあちょっとね、時間長くなりましたので、一旦じゃあここまでにしましょうか。まあ全員雇いましょう。秀忠能力かすいな。外政知略内政は、それでも80ぐらいですか、平均すると。統率と武勇があまりにも低いですね。はい。ではね、一旦今回はここまでにさせていただいて、次回は、北条との決戦を
続けていきましょう。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。